朝のジャマエルフナ広場飲食、ジュース販売の屋台や大道芸人で賑わう、遊国のジャマエルフナ広場飲食屋台から、湯気が立ち上る、夜のジャマエルフナ広場駅空港広場、ジャマエルフナ広場の一ジャマエルフナ広場は、モロッコマラケシュ旧市街地にある広場。11世紀後半に、マラケシュが首都であった頃から、街の中心となっていた広場。かつては公開処刑なども行われていた。 現在も、大道芸人や飲食物、金属細工を扱い屋台などが所狭しとの木を並べ、混然とした賑わいを見せる。屋台の絞りたてオレンジジュースは、名物の一つで、日本のみかんジュースに近い甘さがあるが、屋台によっては、衛生面に問題があり、腹を下すという話もたまにある。古くから、モロッコの観光名所の一つとなっているが、近年、 治安が極端に悪化。観光客への安全を考慮し、広場に面したレストランなどから風景を眺める形式を取るツアーも増えつつある。2001年、広場の文化的空間が国際的に評価され、無形文化遺産保護条約の発行以前にユネスコの傑作の宣言がなされ、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に掲載され、 無形文化遺産に登録されることが事実上確定していたが2009年9月の初の登録で正式に登録された2011年4月28日正午前に船広場で爆発事故が発生しフランス人8名を含む17名が死亡20名以上が負傷した当初は屋台が用いていたガスボンベの爆発によるものと思われていたが その後の捜査により遠隔操作の爆弾によるテロであることが判明した。目撃者の証言によって作成されたモンタージュ写真などにより犯人の指名手配が行われた。同年5月5日、モロッコ内務省は3名の容疑者を逮捕したことを発表した。3名の男はいずれもモロッコ人で少なくとも1名は国際テロ組織アルカーイダとの関係が 疑われているが、アルカイダは、与を否定している。ありがとうございます。